最近ですね、ええ。統一教会の問題が出てきて、そして笹川良一会長の名前が出てくるんですよ。テレビ見てても、SNS 見てても。それで、笹川良一会長と僕のイメージだと、戸締まり、用心、火の用心というイメージだったんですけども、改めてアルファベットで打ってみたんです。笹川良一って。そしたらね、これ二つ目ですよ。もうこんなの出てきたんですよ。このサイトが。で全く見たことない。それがね、これ長時間ですよ。1時間50分。長時間のインタビューですよ。笹川良一会長自らの。あ、これね、もう全部拝見した、しました。で、もう感動の連続でね、これ歴史的にも価値のある、後世にも残しておかなきゃいけないんじゃないかと思って。あれは実は私も昔というか、ちょっとあれ確か2016年か2006年、ちょっと定かじゃない、なんでその時期だったかわからないけど、かなり前にそれは私も近い人間、かなり親しい人間がこんなもんがありましたっていうことで、私はその動画は存じ上げてました。東大さんがそこを見つけちゃったんだっていうとちょっと語弊があるけど、さすがだなっていうか、なんでローマ字で打ったかは私は知りませんけれども、あれいろんな検索するんですよ、やっぱり。一つの検索だとね、同じ答えしか出てこないんですけど、ちょっと変えるとこ、とね、全然違う答えで、もうまるで別世界な出てきたりするんですよ。はそうね、い。あそれれは。で真実が見えてきたりするんですよ、よく。はい。そうね、あれはですね、漢字で笹川良一って打つと、多分あそこの動画にはいかないんですよ。そうですよね。ローマ字でいかないと、良一笹川だったかな。で、確か、私に、近い人が、だいぶ前教えてくださって、笹川さんこんなご存知ですかっていうから、いや知らんっていうことで見てもらったら、なるほど、と。私もあの中でわからなかったこと、今まで史実とかいろいろ研究者の人が、ちょうど史実をもとに本を結構出してるっていうので、一応は目は通してるんだけど、どうしてもこう、なんでここでこうなのかなっていういくつかポイントっていうのはわからなかったことがあれにわかった。東大さんも、多分 YouTube だとかいろんなものを私の、そういうバックグラウンドについてはお調べになってると思うんですけど、今までの細川良一の動画というものを見た中で、あれって何が違ったと、何っていうか、どういう印象を持たれました、逆に。僕ね、まずね、目力が、吉阪会長に似てるなと思ってね、目の、なんか愛くるしいね、表情されるんですよ。笹川良一会長も。で、それが、あの表情が似てるなっていうことと、あとね、戸締まり、用心、火の用心の意味。戸締まり、用心の意味ね、あ、そうか、そっちかいっていうのがね、わかりました。なるほど、と。戸締まり用心、火の用心と、世界は一家人類皆兄弟と、一日一善っていうのは、言葉の通りなんだけれども、実はいろんな意味を含まれていて、そうですね。多分この話って、この最近何かテレビで統一教会の件が出てきて、岸あの首相の話が出てきたってことは、多分笹川良一も出てくるんだろうな、ということでしたが、で、どうも、笹川良一の発言が皆さんの中でだいぶこう、あったんでしょう。でもね、その発言って、笹川良一から聞いた人が言ってるんですよね。良一会長がそう、私はこう、こう、こうだと言ってるわけではないですよね。ってそうこでとをす。考えると、今回の東大さんが調べてくださって、私が教えてくれた2時間を見られた方は、いや、笹川良一という人は、言葉をすごく、言葉尻、舌三寸っていう話が確かありましたよね。そんな人が、どういう、意図で言ったか、そういうふうにしてないものを、そういうふうな、解釈した人によっては、そういう報道の出てきたような内容になるかもしれないけれども、身内だからというもんではないけれども、それについては、思いたい人が思えばいいし、で、何よりも、よく言うのは、歴史っていうのは、その時代に生きてない人が、ああだとかこうだとか、昔かこうだったからって言って文句を言うっていうのはおかしな話で。
だってそうしたら我々と30年後、50年後に未来の人間からあの30年前の50年前のコロナの時のあれは政治が誰がどうのとか、うん、経済観がどうのこうのって言われたって、我々は今生きてるんだから、今生きてる人間はその生きてる中でジャッジをしていく。それはもちろん正しいこともあれば正しくないこともあるし、特に2時間のあのインタビューを受けてる日本あの外国のね記者から、戦前戦中あとは生まれた環境とかいろんなことを聞かれてる中でも多分言ってたと思うけど、経営をしていかないと、逆に言うと共産がどん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 強くなっていくってことは、会社の経営者が経営を経営としてやれなくなってくるっていう、まあそういうのはまあ普通で考えれば分かることなんだけど、わーっと騒ぐ方っていうのはその当時の時代背景っていうものをきちっと抑えていない。僕たちなんてもう大体こういろいろと歴史を抑えてきてるから、その当時のことは僕も生きてないけど分からないけど、なんとなくのこう話は分かるんですよ。ってなると今度はそれについてはとかあとかっていう振り回されるんじゃなくて、それを我々今現代の人間がじゃあそれを思って、じゃあこれからどうしていくのがいいのかっていうことを生きてる人間が考えていかないと、これ共産主義のその云々かんぬの前になっていく、どん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 前に行ってしまえば、吉田茂首相がまあ要するにあれだよね、軍隊を持たないで経済だけに特化をしていくっていうことについても、ああだとかこうだとか言う人もいるけれども、それだってその時にどっちがいいんだろうと、軍の方に力も入れていくって話になれば、当然軍のことも確かアメリカから要求されたと思いますよ、朝鮮戦争の時に。でもそれはあなたたちがこういうふうな憲法を作ってで日本に、軍隊を持たないようにするようなことを書いといたにもかかわらず、今更ね軍事を整えろって、まあ要するに吉田首相の腹の底ではもう要するにお金もないわけですよ戦後ってことで、もう経済の方に特化をして、でもじゃあ今吉田茂首相が墓の中でどう思ってるかって、当時は確かにその中でジャッジをしてった。でも10年後20年後30年後40年後に生まれてくる政治家であり経済人がそれを時代に合わせて変えていくっていうことまでは、亡くなった人間がそこまで責任を持てるかって持つ必要もないし、それは我々が考えていかなくちゃいけないかと。例えばよかったな、僕はあの東大さんがまさかそこまでやるとは思わなかったし、その動画をご自身で見つけて多分見た時はもう多分びっくりして私のところ送ってきてくださったと思う、あれを見ていただいたから、またさらになんか私のことの理解もそうだし、この笹川っていう、まあ、家の人間っていうのはどういう、まあ、偉人がいたことによっていいこともあれば悪いこともありますよっていうふうに理解されるのかなっていうことを、東大さんが理解してくれる人が私は一人いたっていうことだけでもそれで十分だし、もう戸締まり用心、日の用心の戸締まり用心っていうのはね、まさしくこの本居宣長公のおっしゃってることってもうそうなんですよ、戸締まり用心っていうことなんですよ。日本文化を守るってことはもうそうですね、戸締まり用心っていうことなんですよ。いやー、私もそれ、はい、もう、はい、なかなかね、本居宣長先生というのは、はい、あの歴史というか社会の教科書に必ず出てくるんだけど、もし機会があったら、私これなぜ漫画にしたいかっていう、買ってるかというと、やっぱりなかなか本居宣長先生のことを本で書くと文字ですると理解しにくいんで、漫画にね、子供向けにしてくださるっていうことは非常に素晴らしいことだと思っていて、ありがとうございました、貴重な、はい、ありがとうございます。東大宇で笹川流、文化なくして経済なし、超いいね。いやー、ありがとうございます。最後までご視聴誠にありがとうございました。東大宇で笹川流、毎週金曜日更新です。チャンネル登録どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。バイバイ。 Thank you.